こちら、最近入手したリーバイスのジーンズ。トップボタン裏の刻印は6。バックポケットの上円裏のステッチはシングルステッチ。赤タブの E の文字は小文字。いわゆる66前期モデルです。色は薄めですが、全体的にヴィンテージジーンズ特有の縦落ちが綺麗に入っています。今すぐにでも履きたいところですが、随所に激しいダメージが。 このままで履くことはできません。左足部分は、ももから膝の部分が穴だらけ。広範囲にわたって生地が薄くなっています。右側の穴には、リペアが施されていますが、かなり大雑把。裏側を見るとこんな感じ。 デニム生地を当ててミシンで適当に縫われています。ご覧の通りラビットな仕上がりです。ジーンズ専門のリペア業者にウェブで修理費用の見積もりを依頼しましたが価格はなんと3万円超え。そこで今回採用した限りなく理想的に近い仕上がりかつ費用を抑えたリペアの方法をご紹介します。 めんどくさい作業は一切なし。ミシンも使いません。仕上がりはジーンズ専門業者のそれとおおよそ同じレベル。費用は3分の1の1万円程度に抑えることができました。ご覧ください。まずはジーンズを選択します。生地が伸びた状態でリペアをしてしまうと綺麗に仕上がりません。 洗濯は手洗いで熱湯とおしゃれ着用洗剤 MR を使用して洗いました。ヴィンテージジーンズの洗濯方法については別の動画をご覧ください。洗った後は大雑把なリペアがされている部分のデニムの当て布を外します。 リペアが大雑把だったので、比較的簡単にほどくことができました。次に、接着芯をジーンズに貼り付けていきます。楽天で購入した接着芯。フリクションタイプのマーカーで線を引き、ハサミでカットします。 穴が開いている部分だけではなく、生地が薄くなっているところにも貼るので、足の付け根のあたりから膝上くらいまでの大きさに切ります。切った後はアイロンで接着。 接着芯の貼り付けが終わりました。自分でやるのはここまで。ここからはプロにお願いします。依頼するのは、いつもリペアをお願いしている、ママのリフォーム。昭和40年創業、株式会社続きが運営する、リペアショップ。全国約300店舗を展開しています。 これまで、ジーンズ以外でも何度もリペアをお願いしていますが、一度も失敗がありません。最高レベルの技術で、良心的な価格でリペアをしてくれる、ママのリフォーム。きっと、ジーンズの修理も完璧にしてくれるはず。とは言っても、丸投げするのは怖いので、ある程度のところまで、自分で進めておいて、ステッチを入れて欲しい部分などを細かく指示。 そうすることで、低価格でジーンズ専門業者と同じレベルの仕上がりになるのではとの目論見みです。ママのリフォームに持ち込む直前の状態です。納期は2週間。リペア完成後をご覧ください。 途中まで自分でやって、ミシン作業をプロにお願いする、ジーンズのセミセルフリペア。価格を抑えることを目的として実施しましたが、結果、仕上がりも想像を超えた完璧なものになりました。実は以前に別のジーンズで、ミシン作業も自分でやる、フルセルフリペアをしたことがあるのですが、とにかく時間がかかって、仕上がりも今回のものと比べると、運泥の差。 費用はかかってしまいますが、おそらく今回紹介したセミセルフリペアが最も安く最高レベルの仕上がりになるリペア方法だと思います。